ルキアンは出場停止3試合のうち今日が2試合目、次節まで出ること、まあ、お互いにベースシステムが違っていろんなところに第32節今季リーグ2度目の対戦になります。湘南ボールでゲームがスタートしました。鈴木明人が下げて、まず大岩のロングフィードです。ターゲット福田翔、これを関川がブロックして早川にトライをしました。長いボール、鈴木明人から福田翔だ、福田翔、早川、鈴木明人も打とうとしましたが当たらず、このルーズボールは田中聡が回収して一気に立て、福田翔、福田が行く、前を向いた平岡だ、平岡打った。お互いにいろいろとデザインしてきてますね、うん、まあ、もうこの時期になるとスカウティングもしっかり入ってますからね、はい、ミドルシュートだ、ポスト入れそうです。関川押し込んだ、ノーノ、ノーノ、うん、ノーノですノーノです ね、 ね、はい、ノーノです。先制鹿島アントラーズ、セットプレーから取りました。ここは強みやはり出ましたね。お、こぼれた、キムミンテのクリア、拾ったのはノーノー、鈴木優馬、中入れた、またノーノーだー。今日2ゴール、右のサイドバックがまた現れました。カウンター、鈴木優馬、これは逆に湘南が奪い返して前線へ、鈴木明人切り返した、鈴木明人だ、1対2、ボックスに入って突き刺しました、鈴木明人。前半から打ち合いになってきました、湘南と鹿島。今のが前半のラストプレーになりました。出てくるかですね、はい、サイドバックでありながらハットトリックイメージしてそうですもんね。あかもしれない。マンマークをつけています。ただ1失点目はその関川にまずやられました。ヘッド、関川だ。やっぱり湘南からするとゾーンだけではあのセンターバックは止められないっていうのがあるんでしょうね、うん、はい、だと思います。鈴木優馬、タイミングよく飛び込んできました、鈴木優馬。この世界の中に入れようとしました、関川がカット、ただまだ湘南ボール、鈴木優斗通った、平岡だ、平岡、左を見て旗が打った、流し込んだ旗、タイヤ2対2、65分タイスコア、両チームサイドアタッカー躍動です。まあ、湘南の方が積極的に仕掛けてきてるっていうのもありますけども、はい、まあ、オープンな展開になりかけてるんじゃないでしょうかね、大岩のヒーロー、このセカンド、福田、ワンツー、福田翔、形勢逆転ベルマーレ、67分福田翔逆。さあ藤井です、ボックスに入った藤井、カットイン、藤井打った、面白いタイミングで足を振りました。鈴木優馬が競る、アレス・ブレーネル、井口のクロス、こぼれ球、後ろから打った、藤井の右足、シャブリッチ、ラストホイッスル、打ち合った死闘が終わりました。